はい、どうも、しゅうです。今回はですね、鬱がひどい時は無理に散歩しなくていいよって話をしていきます。もう結論そのまま、タイトルのそのままなんだけど、よくね、散歩した方がいいよって話をしてるんですよ。まあ、この間ね、ニュース番組でも珍しくなんかセロトニンのことについて取り上げてて、セロトニンを何十年も経験してる先生とかもね、やっぱり散歩がいいですって言ってたし、太陽の光をね、目の網膜に当てることによってこうセロトニンが活性化しやすいってことがあるらしいんですよ。まあ、太陽の光じゃなくてもすごい強い光を目に浴びせれば活性化するっていう。だけどなんかそのブライトライトとかいう会社の名前だったか商品の名前だったかちょっと覚えてないけど、すごい光をね発生させるこうあるんですよ、機械みたいなのね。まあ、そういうのもあったりして、でなかなかねその家の蛍光灯とかね、そういうのじゃこう光が足りなかったりするんで、まあそういう専用の機械とかも高いからさ、まあ普通はこう外に出て太陽の光を浴びるっていうのが一番いいらしいんだよね。まあ、とはいえね、体調が悪い時よくね、YouTube のコメントでもあるんだけど、体調が悪い時って散歩した方がいいんですかとかね、書いてる人結構いるんですよ。まあセロトニン的にはね、セロトニン的にはした方がいいかもしれんよ。まあでも無理するってのはやっぱり良くないんじゃないって私は思いますけどね。樺沢紫苑先生っているじゃないですか、 YouTube でもう20万人以上登録者がいてね、すごい大きなチャンネルなんだけど、そこでもね取り上げられてて、先生の意見ではうつの極起っていう言い方してたけどね、極めるに機械で極起、まあ要するに最強にひどい状態の時ね、自分史上最強にひどい状態の時っていうのはしない方がいいと、その時は休んだ方がいいっていうふうにおっしゃってましたね。ただ鬱になってからもう何ヶ月も経ってる人っていうのは、まあやった方がいいですよっていうふうな言い方をされてたんですよ。まあそれだとさ、何ヶ月も経ってる人で今日はすごい体調悪いっていう日もやんなきゃいけないよって感じになっちゃうと思うんで、まあ私個人的にはそれはちょっと違うかなと思いました。まあ専門家の意見に立てついてもしょうがないんだけど、まあでも個人的にはね、まあ個人の経験的にはね、なんか今日は本当にどうしてもきついわっていう時は休んでいいんじゃないかなと思いますね。なんかね、個人的にこう一番これは良くないなって思うのが、散歩をしなきゃいけないしなきゃいけないしなきゃいけないっていう感じでこう義務感に駆られすぎてさ、もう辛くて辛くてたまんないんだけども、もう泣きそうになりながら散歩するみたいな、まあ、それって果たしてどうなのかなと思うんですよ。確かにこう網膜にね光が入ってきてセロトニン的にはいいのかもしれないけど、それ以上に精神的にダメージを受けるので、なんかプラマイゼロというかむしろマイナスじゃねと思ったりとかね、まあするわけなんで、まあそれはどうなのかなっていうのは個人的には正直思いますけどね。ああもう散歩正直めんどくせえ、やりたくねえなー、まあでも歩いたらなんだかんだ気持ちいいから散歩行くかぐらいの感覚であれば行った方がいいんじゃないかなと思うけど、もうやりたくないやりたくないやりたくないみたいな、もう今日はもうベッドから出るだけでも無理、もう本当に無理無理っていう感じの時に散歩するってのはねどうかなと思うよね。で私の場合は今できるだけ晴れてる日っていうのはもう30分以上散歩するようにはねしてるんだけど、雨の日やんないよ、雨の日やんないし、もう今日マジで体だりとかすっげえきついみたいな日って、まあ、あるっちゃあるんですよ。気圧が乱高下した時とか、その時もやんないです。なんなら朝散歩にこだわってるわけでもないんですよ。まあ、健康的な朝散歩っていうのが一番いいんだと思うんだけど、まあ、私はなんか朝起きてないこともあるし、昼行くこともあれば夕方行くこともあります。まあ、夜はしないけどね。もう私の YouTube を長く見てくださってる方は知ってると思うけど、星さん時間決めちゃうと気になってね、そわそわしちゃうタイプなんで、ライブ配信とかもねゲリラでやらせてもらってるんですよ、常に。本当申し訳ないけど、で散歩もね時間決めてないです、もう適当、うん、だから散歩できただけでも俺偉いかみたいな感じで思うようにしてますね、今はね。で時間も今は30分以上歩いてるけど、別にね30分歩こうって決めてるわけじゃないのよ。なんか自然とそういう風になっとるっていう感じかな。まあ時間決めるとやっぱその時間を気にしながらさ歩かなきゃいけないから、なんかそわそわしちゃうんで、もう自分のペースでただ歩いてるだけ。ただ自分のペースで歩いて今は30分以上歩けるようになったっていう、あくまで結果論なのよ。最初はね5分歩くのもきつかったし、もう10分歩いたらもうヘトヘト、もう精神的にもすごい疲れてたっていうのはあったけど、まあそれでも続けてたら自然と30分歩いても、あ、なんかちょっと気持ちよかったなぐらいで終われる、そんな感じになってきました。だからこう自分を責めない程度に、まあ、健康的にね散歩してほしいなっていうのは思いますね。まあ無理な話だけどね、うつ病を抱えてる状態で健康のために散歩するって、でしかも無理をしないっていうのは、まあ、なかなか無理な話なんだけど、まああくまで自分のペースでやるっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。